水田真嗣の注文の多い料理教室。服を売ってるお店の中でなんか小さいカフェみたいなスペース作って、そこで買ったコーヒーを飲んでる人は埃とか気にならないんですか？そもそも売る側はどう思ってんのやろうな。絶対埃入るのにな。安くしてるんですかね、その分割引で。でも高い、逆に高いよな。もう逆に心地よくなる。あれ心地いいわ。おしゃれなやつ嫌いなだけじゃん。違うよ、やめろよ。いいじゃん、しずる。しずるじゃないんだよ。連続ですいません。ゲストのしずる。連続でいいんですか？連続でいいですよ。だいたいコンビの人は連続で。あ、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。どうでした？前回は。いや、本当に美味しかった。びっくりした。もう発注通り。これお前の長芋も期待して絶対いいよ。マジで。いや、それは本当。先週も言ったし。よくないよ。本当にこれシンプルに。さっき言うのよくない。あ、すみません。言っちゃいました。カットしてください。早速ですけど、はい、今日はどんな料理を。すごい編集。早速ですけど、今日はどんな料理をご紹介ですか。もう嫌なんだけど言うの。もうあのさっきのでいいよ。いやいやいや、なんから始まるやつです。なんから始まって、がから次が長芋です。長芋ね。なんでもっと長芋なの。その居酒屋とか行った時、長芋あったら絶対頼むのよ。そのどの、はい、うん、なんかお店も、うん、まず長芋の千切りとかさ、生で、うん、醤油で、薄田の卵とかさ、海苔とかで、うん、だかこの外しようのない料理を水田のアレンジでどういうのを作ってくれるのかなっていう。なるほど、うん、分かりました、はい、その期待を超えましょう。嬉しい。無理無理無理。今日作るのは長芋の磯辺揚げです。うわ、いいじゃないですか。もう響き、長芋の磯辺揚げ。そうそうそう、まあ磯辺揚げ自体はあるんですけども、うん、ちょっとアレンジしまして。え、いいなこいつ。それ行きましょう。噂通りのやつだな。同期の相手を噂通り。噂通り。こんだけ長いできた。じゃあ早速作りましょうか。はい、はい、はい、では早速作っていきますんで、はい、手を洗ってください。はい、もうその準備できました。はい、あなたメガネまたやってるんですか、これ。どうぞ。またやってるって言い方やめろよ。なんかそのおばちゃんのやつみたいな、ビーズっぽい、その子。これ奥さんが、あの、作ってくれたの。奥さんが作ってくれた。ごめんごめん、奥さん。奥さんがさ、奥さんごめん、一生懸命。ごめん、奥さんっておばちゃん。違う。ごめん。なんだそれお前。奥さんっておばちゃんって質問なの。いや、奥さんがおばちゃんやったら間違ったこと言ってないやな。まあまあね、おばちゃんが作る自そうなやつ。いいね、あ、なるほどね。そう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 。じゃあ中にこうちょっと具を入れたいんで、それをひき肉で。うわー。鶏ひき肉ね。これは良さそうですよ。以上、油で。なんでなんでよ。何企んでんだお前。美味しさを企んでんでしょう。美味しさを企んでんの。うん、砂糖と砂糖、うん、酒と醤油と胡椒でちょっとあの味付けします。はい、これだけ先に。はい、肉だけ。へえ。じゃあ長芋を、うん、はい、皮むいてで、はい、すりおろしてもらいますんで。はい、え、かつらむきってこと。そうだね。うわ、緊張するわ。料理人の横でかつらむきを。真っ赤な磯辺揚げなんないでよ。なんで、なんで、なんやねん、おい。切れ味悪いな。なんやねん。いじんならいじるわ。真っ赤な磯辺揚げなんないようにしろよって言いたかったやろ。そうそうそう。真っ赤な磯辺揚げ。今文章にしてた、ずっと。俺、自分の面白いコメント。途中クリスマスの歌歌ってんのかな。真っ赤の。なんか怖いな。それじゃ、これ親指さ、そっちに入れない。これね、無理にこう押そうとしてるやんか。じゃなくてこう。上下、上下なんだ。上下、上下でかな。上下なんだ。そうそうそう。ちょっとやっぱスラムダンクの魚住を思い出しちゃいますよ、ね。ああ、お前にタイなんて言葉に似合うと思うか。お前は彼だ。泥にまみれる。世代なんだよな。これ Z 世代が見てる。だから俺らわかんねえんだよ。ビジュアルですね。で、安西監督がありがとうございます。続けるのかよ。で、単行本のあの隙間のページで魚住が連れて行かれて。あ、そう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 。そうあれいいんだよね。めっちゃいいのよ。あの一コマでしょ。あれが映画だとないんだよね。そうそうそう。あのサイドストーリーね。ないんでしょ。あれ時代がさ、違うじゃん。今あんなことを魚住したら多分捕まるんじゃないかなって。銃刀法。そういうことだよね。大問題。包丁持って。包丁。ガチ包丁だから。うん、あれ。何ですか。
中学生みたいなこの時間楽しいな同期すぎる同期すぎる。すりおろしてください。はい、来た。全部すりおろすの。だからこれやってるとさ、途中はもう持ちにくくなるやん、はい、その部分を後で切るとかでもいいよ。サイコロ状にちっちゃく切ってそれを一緒に入れてもいいよ。なるほどなるほど。それすごいな。それ食感楽しみたい。なんとなくブロック状とか。そうだね、はい、うん。あんまり大きいと包みにくいから、はい、そしたら塩、塩はい、小さじで2。あとでちょっと醤油もつけるんだよね、はい、そんなもんちょっと少なめにしておきます、はいはい、で片栗粉を大さじ2、はい、そこ片栗粉入れるんだ。これでで混ぜてください。そのままこれで、はい、え、片栗粉を入れるっていうのは、そう、あのね、山芋とか山の芋っていうもっと粘っこいやつがあんねんけど、うん、はあのもっと粘っこいからいいんだけど、うん、長芋は水分が多くてちょっとシャバッとしてるから片栗粉を入れて、その差があるの、山芋と長芋って。そう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 。へえ。よくスーパーで見たり居酒屋で出てくるのは長芋やね、うん、うんうんうん、だからちょっとあの形を保ちにくいから片栗粉入れてあげた方がいい。へえ。はいはいはい、米油、米油でおちょっと引いてください。はい、何、大さじ1ぐらい、そんなもんでいいかな、はい、磯辺揚げってなんかそもそも海苔で巻いてる、そうだよね、うん、そのイメージはそれだけ。その長芋の中にちょっと具を入れてるの。たまんないやつだ。ああ、じゃあ生きててください。はい、投入します。これは火は加減は、火加減は中火ぐらいで、はい、あ、チーズとかあるよ。チーズとかも入れてもめっちゃうまい。何勝手なこと言ってんだよ。単純に、いやマジでこれ単純にじゃないんだよ。シブリ入れてもいいとは思うけど今日は大丈夫。ごめん、すいません丁寧にいや、その前向きな意見なんでね。 あ、 ありがとうございます。全然いいと思います、はいはい、これは面倒くさいからやりたくないとか、そう後ろ向きな意見だと、うん、僕もそうですね、うん、すぐに制裁を加えるんですけども制裁を加えてるの、あの水田がサッカーも前のミスはいいもんね。そう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 、うん、あーなるほどね消極的なミスは良くないよね。だな、はい、お酒を、お酒を、大さじ1、大さじ1、うん、はい、手震えてない、お前、お前、お酒、お酒って聞いて、お前さやめてくれよ、お酒で手震えんのは。飲む用じゃないんだと思ったら震えちゃった食用なんだと思ったらただ手震えちゃったやばいやダメだって飲めるってなったら震えない。テケ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 もうやめろ、飲めないんだってやばいやん、もう飲みたいなって勘弁してよ。飲めないやつなんだ。飲めたらいいのに危ないよこいつ本当に。じゃあ長ネギを切ってください。はい、粗みじんですね。粗みじん、粗みじん、粗みじん、粗めのみじん切りで。あ、なんか見たことあるよこれ、うん、こんなんどうでしょう。うん、まあ後でもうちょっと小さくしてもらいますけど、だいたいいいです。もっとでかいのが混じってるから、うん、それをなくすぐらいの感じ。なるほどなるほど。料理やってるよね、包丁使い慣れてるよね。割とそのなんか夏とかそうめんとかを、うん、あったかいお出汁で食べてとか、うん、その時に薬味にネギ使ったりする。ああいいですね、はい、やっぱおっさんやからみんな薬味好きやな。薬味好き、生姜とか、生姜ね、生姜ね、みょうがもね、みょうがもね、うまい。なんやろ、だんだんそういうの好きになってくるよ、ね、不思議だよね。ナスとか全然好きじゃなかったもん昔。あ、揚げナスとか大好き。あ、今子供の時全然そんな興味なかったの、うん、でそれも一緒にネギ、あの鶏の中に入れてください。ネギも火が入るとね、いいですもんね、やっぱ、お砂糖と醤油を、はい、そこにお願いします。そんなもん、お砂糖はね、大さじ1。結構いきますね、うん、こんなもんで。そうですね、はい、で、お醤油も大さじ1、はい、今の使いですか、中指でやってましたけど中指立ててやってました。お前、お前が、はいはいはい、水、はい、中指でやってました。じゃあ、じゃあモザイク入れます。お願いします、はい、あなたが粒立てたからでしょ誰も気づいてなかったですよ。すいません、
で不思議と醤油と砂糖の時は手が震えませんでした。やめた方がいいですよ、その気は。本当にその気は。あんたお仕事減りますよ。酒使わせんなってあいつに。お酒の CM とかでやっぱ笑っちゃう、村上が震えてたらこうやってうめーって。そんなことよりみんななる。逆 PR だもんそれ。そでちょっと胡椒もいきましょう。胡椒もはい。山椒とかあったら山椒でもいいですか。山椒も良さそうですね、これは。じゃあボウルにじゃあ、はい、開けちゃっていいですね、はい、ここは本当にね、好きな具材でいいんですよ別に。はいはいはい、うん、中身ね、それこそ別になんか魚焼いてほぐしたやつとかでもいいし、はい、ああ、はい、じゃ あ早速もう揚げていきますんで。あ、米油、これは温まってからの方がいいんですか。うん、もう今入れて、うん、油入れずに入れちゃうと空焼きになっちゃうから、はい、フライパン傷むんで、もうもっとドボドボ入れて、もうドボドボ、うん、本当に完全揚げるぐらい、うん、だから家にオイルポットっていうのあったら使い終わったらそこに入れてまた次揚げ物するときに使えるから、はいはい、こすやつね。そうそう、してそうなるとね、揚げ物のハードルが下がるのよ。また固めて捨てなあかんとかもないやん。あ、うん、ポットあった方がいいんだね。そう、10回ぐらいは全然余裕で使えるよ。あ、そんな、うん、そんなに10回いけんだ。いけるいける。今最近のオイルポットこすやつとかもつけてたりするから、はいはいはい、うん、汚れたまんまいろんなカスが浮いた状態やと10回も持たないけど、うん、なるほど。そうそうそう、この間誰かがなんかネタでお客さんの拍手少なくて、うん、いや天ぷらの油、ああ、うん、それ結構もう、うん、なかなかイニシエノですね。そうそう、うん、まだ言ってんだと思ってそんなこと言ってる。いやいや、違う、だからあるじゃん、攻撃やった。やっぱその俺はやっぱあれも嫌なのよ、エアコンの空調の音聞こえてきたとか、静かになりすぎてね。ありますね、そういうのやめようやって。そう、あんま好きじゃないんだよな。長芋のやつ先言うとかはいいんですか。それもよく使われる手ですけど。あ、なれ？さっき言う裏のこと言っちゃうみたいなのは全然いいんですか。あれ、ユー15。俺の動揺。機械が動揺したよ。ユー15。何？なぜかカズマに感情移入したこっちが。こいつが。説明書にないよ、ユー15なんて。ちょっと説明書見ますね。説明書、ユー15何？あのね、自分のことを棚に上げてる。じゃあそれだ。それは感じたんだ。いや、そう、確かにあれ誰でもやるな。俺もやってるわ。やってます。はずだよ、くそ。まあ、お互い気をつけましょう。お互いやっぱ知らんうちに自分が好きなやつやってたりするから。やってるわ。確かに。あるある。俯瞰で自分を見れてないね。そう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 。え、どんな感じなの？二人のトークライブ。この間やってたよ、トークライブ。昨日か。あ、そうそう。あ、もう。SNS で、あ、トークライブやってんねよって。そう。どんな感じで喋んねんと思って。エピソードトークしない俺らもう。価値観の話してる。ああ、なるほど。うん。雰囲気悪くなったりせえへんの？いや、あるよ。雰囲気悪くなったり。あるんや。だから、日曜チャップリン。うん。日曜チャップリンのトークの時に、ハリセンボンの箕輪さんのエピソードを言うみたいな、うん、で打ち合わせで俺のちょっと待って、ハリセンボンの箕輪さん、箕輪さんって、ね、あ、そうか、そうそうそう、俺春年上だから春か、ね、近藤さんと箕輪さんって言ってた。そう、俺が東京同期って近藤箕輪なの。春な春かじゃない。あ、そうなんや。あ、そっか、そこから違うから、やっぱ世間のやっぱテレビで行くとやっぱ春か春なじゃないと伝わんないんだよね。いや俺これあんのよ、これだからあいつもあれトレンディエンジェルの俺ずっと須藤って呼んじゃうのよ。高志なんだけど誰も須藤って知らないから、うん、あれもなんだろう、須藤は出してないから。出してないよな、だって斉藤さんとかパラニーのこともね、ウーマンの、うん、中川さんって言うの。そう、なんか今なんか振ってきたから言いたくなくなっちゃったこれなんかあからさまに振ってくんのが嫌なのよ。いや振るだろそれは。今の話は今のは別にオチとかじゃないから。違う、俺が全部一人でできるからってそれをなんか入ってくんの、仕事したいか分かんないけどこれをいいのよ、入んなくて。昔からそんなこと言ってなかったのに、いきなり。そう、昔からはね。でもやっぱ圧倒的に俺の方が面白いってなってるからしずるはなっちゃってるんだ。だからそれはだとしても別にいいだろ、お前が面白くなる。いや、それは違う、それはだから俺が面白くなるのは俺一人でできるから。いや、俺がやっても問題ないで、お前やんなくていいのよ。それはお前に悪影響なの。仕事それでしちゃうって思っちゃうのがまずいのよ。思ってないもん。いや、それはもうそれなってるから。それもだから俺一人でやるから安心してよ、安心してまあ遅い時あるからね、それがね、出るのが。それでも俺のあれになるから大丈夫、その俺の責任になるから
喋ってくれそうだからそれはいや意味で大丈夫だからそれはお前が悪いのよそれは単純によいしょどうしましたなんか飛んできたなんか飛んできたよ何が、まあ、なんか白い粒が飛んできたから なんか入ったと思っていや唾か酒じゃんいやでもなんかもっと硬いもんやった何歯じゃん歯じゃねえのか硬い歯じゃん歯じゃないよきっとみたいなトークライブあまあ行ってみたくはなるよねやっぱりねでもまあ一回来たらもう来ないよねみんなそんなこと言うんだよ喧嘩して終わるんだってじゃ早速一個まず僕やってみますねお手本というかはいこれをまずちょっと真ん中にちょっとだけ中心の方にだいぶ寄せてください、はい、でこれをうわこれかこれが合わさんのかさじでちょっとこれを覆うように、はい、あんま入れすぎると包みにくいから、うんうんうんまあ、本当にこれで一杯ですくい切れるぐらいでいい、はいはい、大体でここ持って、うん、こうおあえっかるこの形このまま上げんのすごいいわゆるなんかさ棒状とかじゃん磯辺揚げねそうそういうのが多いやんか、うん、でこれでうわっなんかヤムチャみたいなちょっとでちょっとここで形作ってあげて、うん、あでから離すといい、はい、おうわもし離れそうやったらちょっとここでこうつけてやるちょっと止めてあげてはいはいうわこれ磯辺揚げこれが絶対うまいよこれ全然想像してた形と違うもんそう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 入れすぎるとね芋が膨らんでくるから、はい、ちょっとはみ出しちゃうからね、うん、こんなもんかねもうちょっともうちょっと入れていいけどあの、はい、あのそのそこに残ってる分ぐらい入れてあげたいけどちょっとこれいつ入れますわ。うん、そうだね。角切りにします。うん、で、ちょっとあの鶏肉をちゃんとはみ出ないように。これは難しいよ。うん、下に置いてもいいよ。まな板に置いてやっても。よく今の一回でも覚えたな。こういうことでしょ、だよ。そう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 。俺実家でね、餃子の皮包むのすごい得意だったわ。これでちょっとこいつチュッてやってあげて。そうそうで、もうちょっと入れて。そうそうそう。それで10秒ぐらい置いてた。あ、海苔からもシュシュシュって出てるもうちょっと入れれるかもうちょっと入れる頑張って、やけどせんようにな熱いね OK、いいよ、離してうわ、これいいでこの時にちょっとこうはいはい形をね絶対星型みたいなねこの間、仕事でなんかパンサーの小笠さんと一緒だったんだけど小笠さんが鼻にあの、クワガタを鼻に入れてうわ、痛い痛いみたいな言ったらそれがとんでもない強いクワガタで、うん、血出ちゃって、最悪やなめちゃくちゃ面白かった放送してください放送してくださいってカズマは出た出たそう何したのカズマ俺は生卵を上に投げて、うん、でその間に着てるシャツを脱いで畳んでで落ちてきたなんか落ちてきた卵をこうお腹をこうクッションにしてこう受けるみたいなはいだったんですよでそれであのこれなんですかいや今いいですよあのであのそれをやるってなってやってでスッってやってシャツ脱いでる時に生卵が頭に落ちてあダメだったみたいなことやったんですよねなんか特技とかあります特技ないですかいい感じいい感じなんかいや普通に趣味とかじゃあります趣味はありますなんですか趣味カメラですねあーでダメっすよ入っちゃ趣味でカメラ入ってなんでそのカメラさんと喋ってんのお前らが聞いてくんねえからねお前聞いといてさ聞いてたよ聞いてたけどこっちも見なあかんからいやそう分かんないよそんなだって指摘してくれたことなんなら話し始めた瞬間にもうあの磯辺揚げ見てたからあだったらあもうそういうことなんだもう聞いてくんないんだと思って聞いてたけどほらえでも村上のメインの料理の時やから村上もないがしろにできないからさあ、まあ、どうしてもこう可愛い2人子供いたら2人ともやっぱちゃんと見てあげなあかんからさ子供子供だったって子供だってでっけえ子供だよいっぱい食べたいいっぱい食べたいねうん絶対おいしいもんだってこんなのほんならそれでは取り出してここに置いてください、はい、うわカリカリっと揚がってるわこれこの焦げ目いいじゃんほえ、これ
あ、素揚げの部分最高。素揚げの部分だけ集めたくないこいつ。あ、これは、これ何、何で食べんだよこれ。ちょっともめんね、カズマ。カズマちょっと待ってね。こうやってこうちょっとファーカルクリーがちょっと押さえてあげて。次男坊、次男坊待ってる。ずるいもう。入れた順番覚えといたら。なるほどなるほど。こっちから上げていけばいい。はいはいはい。じゃあどうしたどうしたどうした、あれ何で食べんの、あれ何つけて食べんの、あ、醤油醤油、あ、醤油やった絶対うめえやった絶対うめえ、だって磯辺と醤油だって絶対間違いない、嫌がってほしかった、違うのがいいってただこねてくれたらあ、なるほどね、うん、醤油で喜べたから終わっちゃったよ、確かに醤油やだだったか、うん、うわあ美味しそう、これはこれはいいね、出来上がりで OK、 そう、まあ、はい、長芋の磯辺揚げ完成です、めちゃくちゃ良くない、ビジュアル、ビジュアルいいよね、ね、さあ完成したんで食べましょうか、うわーすげー、よし食べよう、いや本当最初磯辺揚げって聞いた時にこの形だと思ってないから、うん、そうやね、まずあの棒状とか挟むやつね、でも包んでっから海苔で、これはいい、いただきます、熱いかもよ、うまい、もうすがってんじゃん、うまい、うまい、うまい、ひき肉入れてる意味があるんだね、ちゃんと古い二人だな、背中で語るな、あの人伊豆の銅像に、あ、なんだあれ踊り子のちょっと、え、そんな、うまうまい、肉のさ甘みとかうまみがあるし、その後粘り気が口に逆に残ってくれるの、海苔の香りもめっちゃいいもん揚げてて、これはうまい、これビールありますって、マジっすか、指震えてたんだちょうど震え止めないとじゃあいただきます、いきます、この口の中にこの磯辺揚げある中、いい顔するな、うわめちゃくちゃ合うじゃん、めちゃくちゃ合うね、いやもうなんかわだちができんのよ、わだち、この食べ物の中にビールのわだちが感じるんだよ、こう、あー通っててんのが、うわーって文学的やな、うん、小説とか読んでます普段、小説とか読んでます、あーやっぱそうか、だからなんか感想がうるさかったんやあうるさかった、どうこれ作れそう、これ作れそうです、うんうん、奥さんに早速ちょうど今日あの里帰りから帰ってきてくる、ああそうなんや、すぐ、うん、このまますぐ言います、家に着いた瞬間こんなことがあってねってアメリカの夫婦見てくれこんなことやったんだ、元気に見るんだぜひ家でも作ってください、ありがとうございます